生になったらもう難しくなります。従うしかなくなってしまいます。不正にだけは気をつけてください。明日あるからこの方は大丈夫ですと認められた。闇から帰還した者からのメッセージは全5通。今回が最終回となります。なんとか削除されず無事に全て公開できておりますが、いつチャンネルごと削除されても対応できるようにセカンドチャンネルを立ち上げております。これから危険な動画はセカンドチャンネルのムーの真実でのみ公開していく予定ですので、概要欄のリンクから今のうちにチャンネル登録を済ませておいてください。そして第1回目のこちらの動画、レプちゃんが私たちに一体何をしたのかの基礎知識編をまだ見ていない人は、ひとまずそちらからご覧になって戻ってくることをお勧めします。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからどうぞ。それでは、闇から帰還した者からのメッセージです。このメッセージは南さんの話題から始まります。なんか最近地震の話題が多いな。また煽りかなって思っていたら、以前に何度かコンタクトしてくれた闇から戻った方からのメッセージを明日あるが中継してくれましたのでお伝えします。彼らは急にアクセルを踏みました。とにかく何とか早く進めたいのです。早く超管理社会へと持っていきたいのです。特に日本から始めようとしています。地震の煽りもそのためです。戦争で煽りたかったのですが、なかなか人々が動かないので、身近な不安である地震を使おうとしているのです。そしてもう一つ、またパンデミックを目論んでいます。コロタンで随分美味しい思いをしたので、またやろうとしています。コロタンの新しい株が発生したということにしたかったのですが、それはもう無理だと思ったので性病を使おうとしました。でもそれもほとんどの人が怖がりませんでした。そうです、性病は特殊な場所でしか発生しないと人々が思っているので、自分のこととして考えないからです。そして次にハシカに目をつけました。これも難しいと思います。なぜならばハシカの実態を知っている人がいるからです。ある年齢以上の人にとっては子供の頃に普通にかかる病気だったからです。怖い病気ではないと知っている人がたくさんいますので、コロタンのように怖がることはありません。なぜみんなが怖がるかというと、未知のウイルスだからです。知っているウイルスや病気は怖くないのです。彼らはとにかく緊急事態という状態を作りたいのです。天災でも流行のウイルスでも戦争でも金融の崩壊からの暴動でも何でもいいのです。全ての不安を煽る案件を総動員しても、とにかく緊急事態だと知らしめたいのです。彼らは狙っているのは敗因性です。緊急事態で物資が足りなくなったので、政府の権利で運休制にしたいのです。配給運にしてしまえば、物資を手に入れるために人々は政府に従うことになります。何が何でも人々から所有しているものを奪い取りたいのです。政府がないと生きていけない状態に持っていきたいのです。緊急事態の条項が先にできてしまうと、憲法も関係なくなります。改憲しなくても、政府は緊急事態の宣言をすることで大きな権力を持つことができるからです。憲法を飛び越えて政府が好き勝手にできるのです。憲法はあってないものとされてしまいます。それを狙っています。まず食料、そして電気、ガスなどの燃料を政府の手中に収め、敗因制にして人々を制御できるようにしたいのです。運休制になったらもう難しくなります。従うしかなくなってしまいます。配給運にだけは気をつけてください。どんなに国民を守るためだと言われてもうなずかないでください。敗因制は人々から自由、人権を奪う道です。有事などありません。あるように見せかけているだけです。食料も困りません。困るかのように見せかけているだけです。他にもまだお話ししたいことはありますが、とにかく運休制にだけは気をつけてください。すべてを奪われてしまいます。今回もお聞きいただいてありがとうございます。中継してくれた明日あるにも感謝します。以上で闇から帰還した者の全5回のメッセージが終了となりますが、今後も彼からのリークが入り次第、明日あるを通して南さん教えてくれますよね。もちろんです。話は変わりますが、
少し前にエイリアンが地球に攻めてくるという情報があったらしいんです。アメリカの主要メディアで UFO の情報が流れてるとか、 ET との非接触者、陰謀論者、そしてバッチンまでが ET との遭遇を覚悟してと警告していたそうなのですが、こんにちは、こうしてお話しできることに感謝します。何をお伝えすればよろしいのでしょうか。宇宙人はいます。どこにでも、テラにもすでに宇宙人はいます。あなたたちテラに住む人たちも宇宙人といえば宇宙人なのですが、とりあえずここではテラ以外の人たちのことを宇宙人と言いますね。そもそもあなたたち人間というヒューマノイドを作ったのが宇宙人レプチャンです。そしてあなたたちの社会システムを作ったのも宇宙人レプチャンです。あなたたち人間ができてから常にその宇宙人レプチャンはあなたたちに関わっているのです。ですので今になって急に宇宙人が来るとか侵略するとかの話はありません。侵略された姿が今の社会システムなのですから。そして最初に人間を作った宇宙人の他にもあなたたちに関与している他の宇宙人もいます。例えば私たち宇宙ファミリーの宇宙人もそうです。私たちは人間が作られた頃からあなたたちを見守っています。ですので今更ここに来て急に何かをしようとは思いません。もちろん侵略しようなどとも思いません。もし万が一侵略する意図があるならこんなに待ちません。もっと早くに侵略しています。そしてあなたたちを作ったレプチャンなどの宇宙人たちも今更あなたたちを侵略しようなどとは思いません。もうすでに侵略しているのですから。だからここで急に侵略されるとかいう話題が出ることがおかしなことだと思ってください。このような話題を出してくるのは目くらましをしようとしているからです。何かあなたたちに知られたくないことが起きているのです。そのためにこのようなフェイクの情報を流しているだけです。気にしないでください。まあ今さらこんな情報で混乱することはないと思いますが、ああそうですかと聞き流しておいてください。そうすればあなたたちの思考エネルギーが流れませんので彼らは何もできなくなります。あなたたちの不安や恐怖のエネルギーを糧にこの情報を真実のように見せかけようとしているのに、あなたたちがそのエネルギーを出さなければ何もできなくなります。突然ここに来てエイリアン、宇宙人、 UFO が攻めてきて地球を侵略することはありません。これがご質問されたことへの私の答えです。あなたに愛を込めてお伝えいたします。いかがでしたでしょうか。これで闇から帰還した者の全てのメッセージをお届けいたしましたが、これからも南さんとアシュタールを通し私たちのもとに重要なメッセージを届け続けてくれる存在です。彼からの新しい情報は入り次第すぐに動画にいたしますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価、そしてベルマークボタンのプッシュの方もしていってくださると大変嬉しいです。この3点を満たした動画はできるだけ多くの人に Google さんが拡散してくれるそうなのです。このアシュタール経由の情報を日本のすべての人たちにできるだけ早く広めたいのです。ぜひともよろしくお願いします。そして次回からもすぐ見ないと削除されるかもしれない内容が続きます。なので本当に必ず通知をオンにして早めに見るようにしてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。